どうも、こんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムです。今回は納車されたばかりのシナポンの人生初バイクホンダレブル250のカスタム紹介をしていこうと思います。第2弾のカスタムは運転している時に視界に入ってくるため非常にテンションが高くなるアイテム、タコメーターです。レブルには標準でタコメーターが装備されていないため見た目はすっきりしますが、今回紹介するタコメーターはあたかも純正でついていたかのようにしっくりくる商品になっています。ですので見た目のカスタムとしても大きい商品ですが、バイク初心者の方のシフトチェンジのタイミングを測るのに非常に有用であったり、アクセルの回しすぎを防ぐためにもタコメーターは利用価値がありますので、おすすめなカスタムになります。同じレブルにお乗りの方や、これからレブルを検討している方、また違うバイクでもタコメーターを取り付けようかと考えている方の少しでも参考になれば幸いです。それでは早速第2弾カスタム編いってみよう。今回レブル250の納車の時に初めにつけてもらったのがこちらのタコメーターです。このタコメーターはデイトナのベローナレブル250用になります。レブル250専用ということでちょうどいい感じかなと思います。一応このサイズは60という大きさと、あと48という大きさがあります。私たちがつけてもらったのは60の方になります。48の方が若干小ぶりになるんですけども、ちょうど私たち60をつけてみてこの大きさで良かったかなと思ってます。そんなに大きすぎずちょうど見やすい大きさかなと思ってます。シナポン的にもどうかな、大きさ的にタコメーターの大きさ見やすい？見やすい。見やすいね。これぐらいの大きさいいと思います。こちらが60です。ただ色的にはバックライトはホワイトしかないです。これが暗いところになるとバックがホワイトっぽく光ります。小さい方の48でしたら3色ぐらい色が変えれたと思います。まあ、その部分がホワイトしか変えれませんけども、まあ、大きさをとって私たちはこっちにしたんですけども、まあ、これで正解だったかなと思います。こちらのデイトナのタコメーターはアマゾンではその時の金額によって違うと思うんですけども、今現在17,300円ぐらいで売られてるんですけども、私たちはこのレブル250をホンダドリームで購入したんですけども、私たちの購入したホンダドリームでは、まあ、店によっても違うかもしれませんけども持ち込みっていうのができないんです。持ち込みの方が禁止になりましたので、そちらの店舗で購入してつけてもらうという形か、あとは自分でアマゾンとかで購入して自分でつけるっていう形になるんですけども、さすがにちょっとねこういった電装系とか私素人なので全然わかりませんので、ホンダドリームの方でつけてもらいました。ですのでホンダドリームで購入していただいた金額的には本体が23,500円です。で工賃が8,470円になってます。私たちはこのレブル250を購入して本体価格とオプション価格でいくらかは安くしてもらってますんで、まあ、もしかしたらこれだけをつけるってなると少し値引きがあるかもしれません。そこら辺は交渉次第だと思います。ですのでお店でつけてもらおうとなると29,000円近くしますね。そこそこまあまあいい金額はしますね。でも金額に見合ってるかどうかと言いますと結構実用的でもありますし、見た目の変化がかなりありますのでカスタム的な要素も大きいかなと思います。カスタム的に結構私は気に入ってます。シナポン的にどう？セットで付いてるような感じでうまく収まってる。そうだね、本当になんかこれが純正って。あ、可愛いね、うん、女の子目線的にどうですかこのタコメーター、あるのとないのとで。ある方がいい。ある方がいいね、うん、シナポンは本当に初心者という形なんでこういったのは付いてた方が運転はしやすいかなと思います。安心はするね。分からへん。そうだね、まあ、でも音でって言われても分からない。でもあんまりチナポンまだ今のところねまだ 2,3 回しかこのレベル乗ってないけども、まだ見る余裕はあまりないけど、あんまり見る余裕はないみたいですけども、うん、私も何回か乗らさせてもらいましたけども、これあった方がやっぱり便利ですよ。たまにはちゃんと見てるんだよ、うん、いつもこのぐらいだなっていう位置を見てるんだよ。このカスタム本当に私気に入ってます。これかなりおすすめだよね。3万円以内ぐらいでできるんで。なんかこの丸みとここの丸みがちょうどいい。こちら側から見るとこういった形になります。
違和感ないよね、本当。本当純正って感じだよね。元からついてました。そう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 。これどの角度から見てもいいかなと思いますね。つけてよかった。つけてよかったね、これ。すごくよく収まってるよね。そうだね。定位置みたい。一応これはステーの方が左についてるみたいなんで、左の方が自然にここに止まるみたいです。右側にちょっとつけにくいのかな、もしかしたら。多分こちらが標準でつくかなと思います、左側に。だいたい今のアイドリング状態が1400回転ぐらいですかね。レベル250のアイドリングは1400回転ぐらいです。若干だけタイムラグはあるかもしれないです。エンジン切ります。こちらの数字ちょっと小さいですけども、見えてますでしょうか。こちら今 12.0 って書いてあるんですけども、この数値は 12.0V っていう感じです。電圧計が出てます。今 11.9 になりましたね。これは切り替えができます。この切り替えボタンはと言いますと、この後ろに2箇所ボタンがありますね。こちらのボタンがモードボタンとセットボタンになります。こっちがモードで、はい、こっちがセット。そっちがセット、うん。今電圧計が出てますけども、これを回転数、最高回転数っていうのも表示できますんで、それに設定しましょう。ではチナポにモードを押してもらいましょう。押します。はい、押した。あ、押した。そしたら9128って出てます。これが今マックスで出てますけども、マックス9128回転数ってことです。これを記憶してるってことだね、今までで。だからこれ納車の時にどこまで回るかっていう感じでね、テストされたみたいなんで、9128回転数っていう形でマックスになってます。で、この最高回転数をリセットするにはセットボタン2秒長押しになります。じゃあチナポン押してみて。セットボタンを2秒長押しです。はい、押します。はい、1、2、はい、0になりました。マックス0になりましたね、うん。ここのモードボタンを切り替えることによってマックス最高回転数とボルト数、電圧が出ます。それではここからシフトインジケーターの切り替え設定を行いたいと思います。ここにランプが見えますでしょうか。これが自分で設定した3000回転とか8500回転とか、それに達するとここが赤いボタン、赤いランプが光ることになりますので、その回転数を設定しようと思います。その回転数をセットするにはまずモードとセット、後ろのボタンを2個長押しします。2秒長押しです。はい、押してみてください。はい、 PPR って出ましたね。この状態で PPR が出てからモードボタンを1回押します。そうしますとシフトっていう表示が出ます。この状態でセットボタンを2秒長押しするとシフトインジケーターの設定に移ります。はい、はい、出ました。今3000回転って出ますね。今3000回転で設定されているということです。この3000回転設定するとレベルの場合すぐにほとんど赤いランプがずっとついてしまいますんで、ちょっと変えようかな。6000回転にしましょうか。4000出ました。5000、これ6000ですね。でモードを1回押します。はい、でここも、はい、あ、ここも触れる。そうだね。でも6000でいいんですか。6000か6500 できるね。6000でいいですね。6000にしときましょう。戻しましょうか。じゃあ6000回転でセットしようと思います。これでセット、
セットボタンを2秒長押しです。これでできましたね。それではこれで一回エンジンかけて回してみましょうか。ランプが今消えましたね。さっき3000回転でセットしてましたけども、3000回転ではランプ光りませんね。これを6000回転まで行ってみます。あ、今赤いの光りましたね。こういった形の設定ができます。さていかがだったでしょうか。お値段は約3万円ほどかかりますが、カスタムとしては運転中常時視界に見えている部分であり、満足度は非常に高くなっていますので、おすすめの商品になります。今後もレベル250の紹介や悪戦苦闘の末ようやく教習所を卒業し、晴れてバイク助手となった妻のちなぽんのツーリング動画などもアップしていきますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。響き渡るといい。見せてしまったけど、それでも呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。一言で報われるなんて、胸が締め付けられていたいな。僕の存在が君にとって、これからも居場所でありますように。大したことはできない、小さなことから頑張ってみるよ。今さらまっすぐで愚直な愛に気づけた僕はナンセンスだ。せめてこの歌で伝えさせて、胸いっぱいに膨れ上がった気持ち。信じる力ってどこから出てくるんだろう。真意を見抜く力があれば楽に生きれるの。